疲れ様です。おはようございます。いやー、ノブさん、なんか夜中2時半とか3時ぐらいに出て、はい、着きましたね。どこっすかね、これ。どこっすか。この海見たことないです。ないですね。初の海なんですけど、清少さ、はい、なんかしら連れてるっていう話をね、ちらほらね。あの、どうしても魚を釣りたい。神奈川までやってまいりました。足伸ばしました。足伸ばしました。では、よろしくお願いします。お願いします。出るかな、ひらちゃれ出るかな。朝一はギャロップアシストロングキャストでご飯に行きます。そうです。あ、え、あれ、え、これまさか、ちょっと待って、ちょっと待って、どっち、ちょっと待って、これヒラメじゃない。これヒラメじゃないよね。これヒラチャレ、これヒラチャレですか。こっちかな。これ彼。ほんまにこれって言ってたらこれになっちゃった。彼チャレになったんすか。視聴者の皆さん、長らくお待たせいたしました。無事、フラットフィッシュ釣りました。え、違うって、目の位置違う。何番分の1の何番分の1の確率の、どう見ても辛いです。さあ、始まりました、午後の部。今回ちょっと隣にね、移動しました。朝一ね、目の前全部網入るという、え、ここも網入ってんちゃうんっていう。え、大丈夫かな。今一番下げ、ここから上がるんだ。まだ下がってるってことは、今日は朝の7時37分が満潮に満潮で、干潮が15時37分、はい、で、腰をですね、今日ね、うん、そうですね、じゃあ、午後の分もちょっと頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。お願いします。
さあ、ゆうまずめなんですけどね、何の反応ないっすね。バトラーも黙々と投げ続け、ジグをしゃくり続けてますけどね。厳しいな。ちょっと頑張って私もしゃくってみたいと思います。どうすか、うんともすんとも、うんともすんともないっすか。あ時間も時間なんで、そうそう閉めますか、はい、帰宅時間もあるんでちょっと遠征してしまったんで、そうやらんお疲れ様でした。浅いですね、フラットフィッシュ、フラットフィッシュが取れたんで猫、こっちです、こっちです、こっ ち, こっちが取れたんで、ね、まあそれはそれでレアな映像がちゃんと口に食って、口にちゃんとね、トリプルが口にこう入ってたんでなかなかない映像は取れたんですけど、その後は、ね、ちょっといろんなところ場所見に行ったんですけどね、まあ、ここしかないかなと。でもここもなんもなかったと今度イズバージョン今度はちゃんとイチローも来る予定です。今日はね、あのイチロー、あのプロ票に私に対して無茶振りをして、イグマさん明日どうするんですかって言われて、えぇーって思うその対象も俺にまで言ってそうですイグマさんどうするんですかってこう聞いて、でノブさんに、ノブさん明日何してるんですかって話して急遽決まったツージャックロケ、まあでも来てよかったですよね。そのあんなん撮れたのに、もっと違うものをねちょっとね、なかなかこれがうまいこと終わらないんですこっちがね、こっちがうまいこと終わらないですけど、まあなんとか魚を絞り出してきてるんでいろんな魚をまあこれからも頑張っていこうと思いますので、バトラーも協力お願いします。はい、もうついていきますお願いしますありがとうございます。では今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル、そうですね、チャンネル登録またお願いします。もしくお願いします。